Hey, what's up, guys? Indian Sensei, welcome back to an episode of Magic and Muscles. This is episode number 7, right? Yeah, so in last episode, what happened was that our protagonist basically defeated that white silver haired guy with the two magic lines. So, like, with multiple magic lines means you are more powerful. So, he defeated him and got the silver coins, and it combined to one gold coin. And then he was wandering around campus and he got lost, basically. And now he stumbled upon, you know, what you say, a meeting of those powerful guys who are trying to, you know, win all the coins so that the guy with the three marks can become the divine visionary or whatever it's called. Right. So that's what is happening. Now, our protagonist is now going to talk to that guy who he just saw entering. And yeah, I think. And this is anime I'm currently enjoying very much because it's a combination of action and comedy, which is very rare to see, and it's very good actually. Yeah. Bro. He has three marks, right? Wait. Okay, one is from his forehead to his side, and one, two more from his eyes. Okay, four, three marks. That's means he is very powerful. According to this anime. Very honest answer, bro. He's one of those guys, you know, I don't want weak people in the world. We only strong people should exist and whatnot. All of his teammates are double marked guys, as far as I can tell. Wake up to reality. You really get it, bro? あなたも平和に暮らしたいってことですか? Bro. 何言ってるの、あいつ。聞いてたのか、話を。 その発言、敵意と受け取ろう。そんなつもりじゃないです。ごめんなさい。 そうか。なら今、金のコインを渡せば、君のことを見逃してあげてもいい。あげませんけど。そうか。ま、君に拒否権はないけど。人形。 あまり大したことないじゃないですか。なんだ、この人形。さっきのと鍛え方が段違いだ。このコインは。 Heyo, bro. No. 大したことないって言って、すみませんでした。 Lol. 人を踏み殺しかけてしまってる。ちょっと保健室連れて行ってきます。
コインは諦めるのかい？いや、物事には優先順位ってものが。それに、あんたがどれだけ強くても負ける気ないから、僕。へえ。じゃあ、失礼します。彼の圧倒的な自信、ただの考えなしか、それとも。なんだこの違和感は。へえ。人形のボタンがない。ドール。今さっきありえないことを目の当たりにしたような。人形がコインを弾いた瞬間、キノコ頭が人形から何かを引きちぎり、すごい勢いで飛ばして空中で弾いて、浮いたコインを肺活量で吸い戻した。ロール。いや、どういうこと？面白い。危ねかった。それにしても、なんであんなとこで人が倒れてたんだ？意識ないし、早く連れてかなきゃ。なんだ、元に戻ってる。人形になってからの記憶がまるでねえ。一体どうやって俺は。何してんだてめえ。外腹斜筋を鍛えてます。そうか。つがお前がここにいるってことは、お前が俺のことを。そうですけど。なんでだ。俺はお前の敵だったんだぞ。まあ、困った時はお互い様だっけ。ら、ひたったれそう。そうか。じゃあ僕は帰るんで、お大事に。お？おん。困った時はお互い様って。いけすかねえ野郎だ。その頃、アドラリオ302号室では、What's happening? なぜ貴様がこの部屋にいる？そしてなぜ髪型が変わってる？それはこっちのセリフだ。イメチェンだ、イメチェン。レモンちゃんは前髪ある方が好きな感じするから、言われるすなく、ゴニ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 。なんでランス君もトット君も僕の部屋で。こいつの顔は明らかに偏差値70超え。加えてこの長身、こいつの人生プレイ難易度はイージーモード。イージーモード。視力内率 500% だぜ。出てけこの部屋から。いや、僕の部屋なんだけど。ここイライラするぜ。お前見てっと、俺は面がいいやつが死ぬほど嫌いなんだ。俺も品のないやつは死ぬほど嫌いだ。今すぐこの世から消し去ってやってもいいんだぞ。え？上等だ。3回殺してやるぜ。いや、え？いいだろう。相手になってやる。いや、ちょ、いや、もう、え、ちょ、お願いだからやるならここでやって！本当、部屋のものが壊れるから外でやってくれない？え？矛盾の矛盾。大矛盾よ、こいつは。ったく、避けてんじゃねえぞ、マジで。ほら、これ。何これ。はあ、人の部屋上がる時の手土産だろうが。常識だろう。ドット君って、口と態度の割に育ちがいいのかな。しかもハーブティーって。めちゃくちゃ香りがいいから、それ俺のお気に入り。この感じでハーブティー好きなんだ。いやー、なんだかんだ今日も平和ですな。何を言うちょうな。策を講じるぞ。今からコイン獲得のな。あー、彼女欲しい。何一つ会話が噛み合わない。大変です。
一人。何もしてないし。そうだった。ちょっと来てください。なんだこれ。これは量ごとの金の硬貨数を表す魔法の計りです。よく見てください。現在レアン量がほとんどの金のコインを独占しています。15。それに対して私たちアドラ量はマッシュ君の1枚だけ。今年度に入ってから急にレアンが他量からコインの乱獲をしだしています。それに対抗できる私たちの量の上級生は今学外インターンに行っていて、レアン量は純血主義の排他的な思想を持ち合わせてます。このまま行けばそのレアン量から今年の進学者が。オルカ寮の生徒たちは基本研究に没頭してますし、つまり私たちアドラ寮生がこの事態を阻止しなければいけないということです。レモンちゃんはみんながわかるようにちゃんと解説してくれて本当いい子だな。チュキです。というわけですので、マッシュ君頑張ってくださいね。うん、なるほどな。つまりレアンの奴らを消さねば俺の目的は達成されないと。そういうことですな。よっしゃこれやるぞ。頑張ってねみんな。失われた平和を取り戻すために人筋肉動かしますか。Watch this。 君の数々の行動、やはり建前上でも罰を与えた方が良いと判断した。ということで一週間袋小屋の掃除。全然スタートダッシュできなかった。ちょっと決めたのに。手伝いに来たぞ。え、なんで？単純な話だ。レアンの奴らがコイン目当てでお前に接触してくる可能性があるからな。そいつらを俺が狩る。僕のことが心配なの？違う、殺すぞ。えよ、watch this。オロル、知っているか？時間というのは過ぎ去っていくもの。Oh God! Once time passes, it never returns. What's this?当たり前のことをさも真理っぽく言うのはやめていただきたい。時間の無駄なので。What's this? それでは金の効果をいただくとしましょうか。過ぎ去っていく時間は止めることはできない。This is weapon or what? マッシュは袋小屋で掃除をしていた。何かした？僕。引くほど袋に嫌われてるな、お前。ゴゴ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 ゴ、一体何をしたって言うんだ。シーフィールド。うわ、マッシュ、修理消す。ごきげんよう、アドラ領職。コインをいただきに来ましたよ。貴様ら、レアンの。ええ、そうですとも。What's wrong with his face, bro? オロル・アンドリューとセブンス、アンサー真理。面白い。神格者にふさわしい器はあなた方ではありません。さあ早速コインをかけて戦いましょう。私もすぐ行きますよ。シーシャーク狩りの時間です。俺の相手は貴様か。お前に一ついいことを教えてやる。あ？勝負には勝つ者と負ける者が存在する。こいつ当たり前のことをさも真理っぽく無駄に溜めて言いやがる。聞き返さなければよかった。修理決す。円盤状の武器を操るだけの魔法か。俺の重力魔法でグラビオ。クロウさんだと手裏剣。まずい、
苦労なんか関係ない。俺の重力魔法であいつをグラビオ。お兄ちゃん、フクロウさんがかわいそうだよ、うん、そうだな妹よ、お兄ちゃんが間違っていた。どうした、この世は弱肉強食、強いものと弱いものしか存在しないぞ。シュリケダブル。まずい、後ろのフクロウさんたちが。そのマグノリアを使った杖、さてはクラウン家だな。魔法界の超名門、重力魔法のクラウン家。そのクラウン家の長男がいなくなったことは聞いていたが、まさかこんなにも弱いとはな。自分の才能のなさから家を飛び出したのか。Bro, go outside now. Why are you fighting inside? お前は弱き者なのだな。知っているか。弱き者を圧倒することはこの上なく気持ちがいい。人は他人と比較してこそ自分を評価できる。下がいるからこそ己が高次な存在だと認識できる。必要だよ、お前みたいな存在は。グラビオル。もう十分だ、楽にしてやる。クラウン家を倒して俺はまた己がより高次な存在だと再認識できる。シュリケス、トリプル。なんだこの違和感は。フクロウが一箇所に。グラビオル。フクロウさんが邪魔だったんでな、どかさせてもらった。まさか最初の魔法で小屋にかけてあったスコップを操って餌袋を切り裂き、フクロウを呼び寄せた。あいつ今までフクロウを気にして俺に攻撃しなかったのか。ふざけるな、ラージシュリケン。この魔法は俺の最も。グラビオだ。同じ日本戦のはずなのに圧倒的な力の差。貴様にとって戦いは優越感を得るためのものらしいな。Hey, well, this guy is strong. There's a... What's Lance? I forgot his name. 何が言いたい、貴様。一つ教えてやろう。お前のような自分がために戦う奴に、俺の妹を救うという覚悟が、負けるわけがない。私の作り出したシーフィールドから逃れることはできませんよ、キノコ頭くん。さあ狩りの時間です。今何かがものすごい勢いで横切ったよ。いやないない、人間って泳げても時速10キロいかないですよね。気のせいですね今のは。それにしてもキノコ頭くんが見当たりませんね。一体どこに。いや彼、私の魔法にかかった時、泳げない的なことを言ってませんでした。なんて。なんか感謝されてる。言えません、影すらも。これが駆られる側の気持ち。いいでしょう、私も本気を出します。シーシャークエボルブ。こうなった私はもう誰にも止められません。やったか。うん。おう。マギアルプス。6番と7番でこの強さということは、なんかいけそう。お前が言うとなんか気が抜けるな。おやおや、
ひどい言われようですね。随分と。少し早計じゃないですか。グラビオル！魔法が使えない。落ち着いてくださいよ。私はただ仲間。さっき立ってるじゃないですか。なんだ今、一瞬で移動したのか。Oh, this guy is also strong. さっき立ってしまったことは謝ります。少し見てみたかったものですから。ですが仲間を回収しに来たのもまた事実。焦らなくて大丈夫です。またすぐ会えます。それでは失礼します。え？全言撤回だ。どうやら奴らは相当潰しがいがあるようだな。They got 3 gold coins now. Oh, oh. あの時に魔法なしであのスピードということは彼も私と同じ類の。 Oh, this guy also cannot use magic. That's new. That's new, bro.Okay, that was it for episode number 7. Yeah, it's quite good. It's going good. We also have one more episode currently released. So I will also watch that. Thanks for watching. I'll see you next time in next episode. Sayonara.